取り壊し前の福山繊維ビル。福山繊維ビルは、広島県福山市にあった商業施設。福山市東桜町に位置し、鉄筋コンクリート3階建てで、1階部分が商店、2.3階が商店、事務所、住宅が混在していた。1961年に完成。当時は、繊維ビルの名の通り繊維ドにやや企業の事務所、 服飾関係の店舗が入居していた。70年代後半あたりから繊維不況の煽りで企業、問屋の退去が相次ぐものの JR 福山駅南口という立地の良さと家賃の安さから飲食業を中心に他の職種から入居が相次いだ。特にファーストフード店、レコードやライブハウスなど若者向けの店舗や 貸金業者の事務所が多数入居していたのがいわばこのビルの特徴であった。ビルの老朽化から80年代から建て替え話があり、再開発組合が設立され、2008年末に取り壊された。跡地には2011年に地上28階建てと住宅棟と地上16階建てのホテルや商業施設を備えた複合大規模ビルイネス福山が建てられた。 2008年9月21日に2849通の応募の中から選ばれたイネス福山という名称は繊維を逆読みして建物が新しくなっても繊維ビルの名前を忘れまいとする思いが込められている。ありがとうございます。